こんにちは福島支局の菊池孝子です私は今日福島県福島市に来ています今日ご紹介するのは結婚式場ウェディング LT さんですご覧いただきましょうあの入り口がとっても広くて落ち着いた風合いになっていますこの LT さんで最近の結婚事情やあとおすすめのポイントについて伺っていきますそれでは行ってきますさあ今日は LT の ウェディングプランナー渡辺さんにお話を伺います。さあ今日はですね、この森のチャペルというとっても素敵なチャペルの中でお話を伺います。渡辺さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあそれでは早速ですが、このウェディングエルティーさんではどんな事業を行っているんでしょうか。教えてください。はい、エルティー、LT、では、えー、まずはじめに幸せの場所である結婚式 またはです、ね、結婚式やお済みになったあともお祝い事のですね初絶句やそのあとの例えば七五三のお祝いそういったものまたはご両親様のですね還暦祝いなどそういったものやたくさんの,あの方がお集まりになります周年パーティーなどたくさんのですね人が集まるパーティーの方を あのー、たくさんお手伝いをさせていただいておりますはい。今日お邪魔しているのはこの森のチャペルというとっても素敵なチャペルですねあの自然の光が入って開放感のあるとっても素敵なチャペルです、えー、こちらのチャペル今日のおすすめということなんですが、はい、ご紹介いただエルティのいち、ね、一番おすすめのこちらの森のチャペル 森のチャペルはですね、えー、外は石造りそして瓦屋根のですね鋭角の屋根に、えー、包まれた中はですねべて木で作られたあったかい、えー、チャペルなんですけれどもそんな温かいチャペルで、えー、たくさんの新郎新婦様がお世話になった方々に包まれながら人生のに一度の えー、結婚式、そういったものをより思い出にしていただきたいという思いから、えー、今日は、えー、一番のおすすめスポットに、LT の森のチャペルとさせていただきましき、はい、今日はとても澄んだ青空が、はい、広がっているので、とても中も明るい日差しが入って、ね、爽やかな日差しが降り注いでますよね、はい、そうですね。 もう本当にあの天窓からですね、えー、降り注ぐこの自然光が、エルティの森のチャペルの、えー、本当の、えー、幸せな時間を過ごせるメリットではないかというふうにも感じております。そして私が、私と渡辺さんがいますのがこのバージンロードなんです。はい、なかなか新郎新婦 以外は入ることができない神聖な場所なんですけれどもこのバージンロードとっても綺麗な真っ白な大理石が、はいはい、えこちらあるんですけれどもこれは輸入の石ということなんですが、はいはい、そうですねあの、今輸入と言っていただきましたがイタリア直輸入の大、えー、理石を、えー、敷き詰められてございましてイタリアの歴史も入っておるんですけれども。 そして通常よりも少し幅の広いはい、はい、あのバージンロードであの花嫁さんのこのドレスもね、はい、綺麗に入るようなそんなバージンロードになってますねそうですねさあ初めは緊張の一歩一歩かもしれませんが少しずつ幸せと感動に包まれるそんなチャペルなんですねはいでえではあのこのエルティさんで結婚式を挙げたいという方はいお問い合わせはどのようにすればよろしいですか。 はい、えー、まず、えー、お問い合わせはですね、エルティー、LT、の、えー、ホームページ、えー、パソコンでエルティーという風に打っていただければ、あのー、初めに結婚式場エルティーと出てまいりますので、えー、そのホームページに入っていただきましたらば、えー、お問い合わせ、ご来館のページに進みまして、えー、ご入力、名前とですね、電話番号などを入力していただいて、えー、お問い合わせいただきたいと思います。 またあのフリーダイヤルもございますので、えー、ぜひホームページかもしくはフ,フリーダイヤルの方でお問い合わせいただければ幸いでございますはい。さあそれではおしまいにエルティの営業日と営業時間を教えてくださいはい、えー。営業日につきましてはエルティは年中無休となっております24時間お迎えしたいところなんですけれども、えー、お時間は 朝9時からですね、えー、夜の、えー、9時までとなっておりまして、えー、12時間営業をさせていただいております。渡辺さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。さあそれでは最後に締めのポーズでご一緒に行きましょう。はいはい、それでは福島 TV。